はようございます。はい今日も高牧カントリー、鹿児島高牧カントリークラブさんで練習してます。今日は8番ホールパー5の動画を撮っていきたいと思います。なんかあれだね。あ、そう、今日は洋服バッチリ決めてきましたね。ちゃんと前の日から洋服を決めて、これで行こうって言って。わかるかな？あの枯れ木わかります？枯れ木見えるかな？ちっちゃいやつ？いや、あ、右の。そう、あの、うんうん、枯れ木映ってる。うん、うん、うん、わかる。映ってるかわかんないけど、うん、わかるよ。うん、あそこ狙っていきます。うん、あの花火みたいな木でしょ。あ、そう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 、うんうん、OK、うんうん、狙い通り行きました、うん、どうですかドライバーは。あ、だいぶ良くなってきましたね、うん、もうなんかとりあえず今使っているのがこのスリクソンの新しいなんてやつドライバー、スリクソン ZX5 なんですけど、これを使って今打ってます、はい、でシャフトは三菱の天線ですね。はい、ドライバーはこんな感じで、で結構スイングとかもすごい良くなってバランスよく振れてると思うので、良くなっだいぶいいです。じゃあ次の方、次のショットいきますか。じゃあセカンド地点に着きそうです。あれです、ボールは。はい、今持ってるクラブは新しい ZX の3番ウッドと5番ウッドと、これは前のモデルなんですけど、まあアイアン9番アイアン持ってます。ここだと大体エッジまで220ぐらいですね。でピンが見えるかな、真ん中ら辺にあるので、ちょっと狙うのは厳しいのかな、距離的にって思います。ちょっとアゲンストも吹いてるので、うん、まあでもね、刻むとしたらこの9番屋なんですよ。9番屋で刻むのってすごいもったいないなってすごい思ってて、で試合中も刻むんだったらピッチングとかそういうのが多くて、狙うんだったらもう3とかでも池があるみたいなホールが結構あって、キャディーさんとやっぱ P とかで刻むのはもったいないよねって話して、結局狙うっていう場面が去年も多かったので、どうしようかな。でもアゲンスト吹いてるしな。でもここで狙った方が面白いんだよね多分。狙うか、狙います。3でやってる方も面白いしね、狙った方が、うん、じゃあ行きますね。ピン方向よりちょっと右狙います。行った。やったー。やりました。
まで来てました。ね、通音したね。はい、よかった。めっちゃ嬉しい。やっぱよかったね。今年イーグル取ったっけ？うん。取ったっけ？多分チップインとかしてた気がする。ああ、じゃあ。わかんない。イーグルではないわけね、これ。はい、あ、今年？うん。あ、知らない知らない。なんか取ってない気がするんだよね。取ったっけな。わかんない。ちょっと忘れちゃったんだけど。とりあえずでもこれを入れたい。多分ね、ちょっとスライスで最後傾斜が。傾斜もちょっとスライスになんで、グリップ、ワングリップぐらいかな、曲がるとしたら。あー、いやでもさ、あ、いや多分これくらいでいいでしょう。横抜けてた。惜しいなあ。あんまりそんなに切れなかったですね。ナイスバーディー。はい、ありがとうございます。ということでどうでしたか。まあでもロング今8番まで回ってるんですけど、ロングでは2つバーディー取れてるんで、まあ試合でもやっぱロングホールはバーディー取りたいなっていうホールなので、まあ、そこで取れてるっていうのは進歩かなって思います。あとね、今日ウェア決めてきたって言ったじゃないですか。このね、上のウェア結構お気に入りで、可愛いよね、それね。可愛いなと思って。V ネックが。そう、このね、V ネックがすごいお気に入りです。可愛い。はい、ぜひ、なんか、すごい動きやすいし、あれなんで、皆さん、チェックしてみてください。可愛い。その、なんだっけ、この、しましま模様。そうそう、ここね、なんか絞れてて。袖口と、その、あれのね。これがすごく、可愛い。構えた時も、邪魔にならなくて、いいので。ぜひ、チェックしてください。じゃあ、また。バイバーイ。バイバーイ。